私の話、思いを聞いてほしいので、本当に多くの方にお足止めいただいて、お足を止めていただいて本当にありがとうございます。私はこの度この新しい選挙区東京第30区突然の解散、急遽ですね、立憲民主党公認候補として出馬をすることが決定いたしまして、そして無事に公示を迎え選挙戦2日目を迎えさせていただきます。本当に一人で最初は戦っているような気がしてですね、でもやらなければいけないということで頑張ってたんですけども、生活ネットさんも応援してくれて、応援してくれるようになって、そしてこうして多くの方が足を止めて頑張ってと言っていただける、私やっぱりもっとこの国を変えていかなければいけないと思っています。多くの方しかしご覧いただいてですね、皆さんがですね、五十嵐さん頑張ったんだねって言ってくれるんですけども、私はちょっと違うと思ってます。私はたまたま勉強する家庭環境に恵まれただけです。いろんな職業も経験してきました。スーパーのレジ打ち、4トントラック、いろんな仕事を経験してきました。だから偉いでしょって言いたいじゃなくてですね、働くことがこんなにも大変なんだと私は知っているということを言いたいんですね。そして夜間大学に通って司法試験を合格した、私頑張ったんです、私頑張りましたって言ってほしい、言いたいんじゃなくて、努力したんだねって言ってほしいんじゃなくて、私はたまたま勉強する環境に恵まれたことが分かったってことを言いたいんです。私の周りの方々は生まれた環境によって学びたくても学べない多くの同級生を見てきた。だから私は代わりに、その子の代わりに勉強を頑張ろうと思っても死ぬほど勉強をしました。彼らの代わりに背負ってるかという思いで勉強をしてきました。そして司法試験を取って安定して働くことができない、そして自分は派遣社員だから結婚できない、そういった友人たちを見てきて必死に働いてきました。なんとかこの国をもっと安心して働ける社会にしなければいけない、それがどうですか、この日本。本当に私たち国民一人一人を見ているでしょうか。私たちの毎日感じている物価高での生活の不安、そして老後の不安もあると思います。介護保険どんどん解約されて、家庭で介護保険、介護を担いなさいというような制度にどんどん削り取られてきている。人にお金を使わないで違うところ、軍事戦闘機などにお金が使われている、そういった社会で本当にいいんでしょうか。一部の国会議員は裏金も作って何のお金もなし、私たちは毎日生活頑張って働いて一生懸命生きていて、そして老後の不安を抱えながら生きているのに、今の国会は私たち国民を見ていないと思っています。私はこれに怒りの声を、この東京第30区から私は国民を見ろというこの声を、この東京第30区を代表して皆様の代わりに声を上げていきたい、その決意で立候補をいたしました。本当になかなか選挙戦厳しくてですね、まだまだ知名度がありません。私の選挙戦は皆様のお言葉で広めていくこと、口コミが私の選挙戦の要になります。ぜひとも皆さん、私は皆さんと同じ目線で発言できる、国会で仕事をしたくても、私がどんなに頑張っても皆様から五十嵐恵美と書いてもらわなければ仕事ができないです。ぜひとも私、五十嵐国会の議席を皆様から預けていただきたい、そして皆様の声を代弁する、その仕事もぜひとも私、五十嵐恵美、五十嵐恵美に交換、五十嵐恵美にさせてください、私に仕事をさせてください、どうぞよろしくお願いいたします。五十嵐恵美を教えて